自分の好きなことを自分にやらせてあげることで自分を楽しませたり喜ばせたりすることができます。自分の嫌いなことをやらなかったりやめたりすることで自分を楽にすることができます。自分を幸せにするためには自分の感覚に従うことが重要です。自分が好きと感じたことをする。自分が嫌いと感じたことをやらない。 ということを積み重ねていくことで自分の心を満たすことができます。しかし私たちはいつでも自分の好き嫌いに従って生きることはできません。好きなことができない時があるし嫌いなことをやらなければいけない時があります。なぜなら私たちは自分以外の他人がたくさんいる社会の中で生きているからです。社会というのは それぞれ違う人間が安心して生きていくためのスペースです。そこではみんなが住みやすい環境を維持するためのルールがあります。他人に迷惑をかけないための決まりや他人の幸せを邪魔しないための規則があります。私たちの中には自分の感覚に従って自由に生きていきたいという願望と好き勝手に生きて みんなに迷惑をかけてはいけないという対立する思いがあります。みんなにとって安全な環境を維持するために、あなたはこれをしてはいけませんよ。あなたはこうするべきですよ。という社会のルールがあります。そのような決まり事を守っていれば、他人から文句を言われることはありません。しかし、 社会のルールに合わせるために自分の好き嫌いという感覚を抑え込んでばかりいると自分が苦しくなってきます。安心安全を維持するために自分の好きなことをやらない、自分の嫌いなことを我慢してやるという毎日を送っていたらどんどん心が病んでいきます。社会的規範に合わせて生きていれば立派な大人ですね。立派な社会人ですね。 と他人かからら褒めれれるかもしれませんしかし自分の好きなことをやらずに嫌いなことばかりやっていたら自分を幸せにすることはできません。だから私たちは社会のルールを守らなければいけないという縛りと自分の好きなようにしたいという思いにうまく折り合いをつけて生きていかなければいけません。こうしなければいけない。 これをしてはいけないという圧力の中で、どうやって自分のやりたいことをやっていこうか、どうやって自分の嫌いなことを避けようかと考えていくのが自分らしく生きるということです。社会の常識や普通といったものに合わせて生きていれば、社会人として素晴らしいと認められるかもしれません。しかし、 どれだけ他人から認められても自分に我慢ばかりさせていたらどんどん不満やストレスがたまっていきます立派な社会人と言われるために自分の感覚を無視していたらどんどん自分のことが嫌いになっていきますなんで他人に褒められることばかり考えて自分に我慢ばかりさせるんだよと自分に対して怒りを感じるようになります あなたは社会人として偉くなっても自分の好きなことを自分にやらせてあげなければ自分を幸せにすることはできません。あなたはしっかりルールを守る真面目な人間ですねと褒められても自分の嫌いなことを自分に強要していたら幸せな人生を送ることはできません。他人から認められれば幸せになれると考えて必死になって 何々しなければいけない、何々してはいけないというルールを自分に押し付けてしまうことがあります。しかし、どれだけ他人から偉いですね、立派ですね、真面目ですねと言われても、自分の好きなことをやらずに嫌いなことばかりやっていたら幸せを感じることはできません。あなたは、 誰もが認めるよくできた社会人にならなくても自分の感覚に従って生きていれば自分を幸せにすることができます。自分のやりたいという気持ちを実現しようとするとそんなことをしてもいいと思ってるの自分だけ楽しんでいいと思ってるのと周りからプレッシャーをかけられるかもしれません。自分の嫌いなことを避けようとするとそんなことが許されると思ってるの みんなも我慢しているんだから、あなたも我慢しなきゃダメだよ、という圧力を感じるかもしれません。しかし、そのような状況の中でも、どうやって好きなことを実現しようか、どうやって嫌いなことから逃げようか、と考えることをやめないでほしいと思います。なぜなら、あなたは立派な社会人として認められることではなく、自分で自分を満たす、 という体験を積み重ねることで幸せを感じられるようになるからです。これをしたらダメ。あれをしたらダメ。あなたはこうしなければいけません。という厳しい圧力を受けながらも自分の感覚を大事にするというのが自分らしく生きるということです。あなたには不自由さを感じながらもどうすれば好きなことができるか、 どうすれば嫌いなことをやらずに済むかという問いに自分なりの答えを出し続けていってほしいと思います自己否定をすることで自分を苦しめることになります自分をダメだと否定し続けることで自分はダメな人間だという自己イメージが形成されていきます 私はダメな人間だと思い込んでしまうと、そんな自分がすることすべてをダメだと思うようになります。自分はダメだというメガネをかけて自分を見るようになります。すると、早起きできない自分はダメだ、正社員じゃない自分はダメだ、友達が少ない自分はダメだ、と自分のすべてがダメに見えるようになります。自己否定を繰り返すことで、 自分はダメな人間だという自己イメージが形成されます。自分はダメだという自己イメージが出来上がると、ますます自分を否定するようになり、どんどん自分を苦しめることになります。私はダメな人間だと自分に言い続けることで心が病んでいきます。それでも自己否定をやめないと、もう生きていくことができないというぐらいまで徹底的に 自分を痛めつけてしまうことがあります。自分はダメだという自己イメージが形成されると何をしても何をしなくても自分をダメだと決めつけるようになります。私の例で言うと私は早起きができない自分を徹底的に否定していたことがありました。例えば明日は6時に起きていろいろ用事を済ませてしまおうと思っても お昼まで寝てしまうということがあったとします。そんな時は、本当に自分は意志が弱い人間だ。本当に自分はダメな人間だ。こんなダメな自分には、これから先もダメなことが起きるに違いないと自分を否定しまくります。そして、今日はもう何もする気になれないというぐらいまで自分を攻撃してしまいます。早起きできなかった自分をダメだと否定して、 自分を苦しめます。そして、起きてからも何もしない自分をさらにダメだと責めて自分を追い込んでいきます。すると、その自己嫌悪から抜け出すために、もう何もする気が起きないから、ビールでも飲んでもう一回寝ようと自分の感覚を麻痺させようとします。結果として、そんなことをしている自分を、ますます嫌いになっていくという悪循環にはまってしまいます。 自己指定を繰り返すことで自分はダメだという思い込みが強固になりどんどん自分が苦しむことになってしまいます自分を楽にさせるためにはどんな自分のことも受け入れてあげることが重要です自分の思い通りに行かないとがっかりしますうまくいかないことがあると悲しくなりますそんな時は自分がダメだから失敗したんだ 自分がダメだからうまくいかなかったんだと責めるのではなく、落ち込んでいる自分を優しく受け止めてあげます。それはがっかりするよね。それは悲しくなるよね。と自分の素直な感じ方を受け入れてあげます。うまくいかないことがあると怒りが湧き上がり、その怒りを自分がダメだからいけないんだと自分に向けてしまうことがあります。 失敗して落ち込んでいる自分を責めることで、さらに自分を苦しめることになります。しかし、怒りが発生するのは、成功して自分を喜ばせたかった、うまくいかせて自分を楽しませたかったという気持ちがあったからです。自分を喜ばせたいという思いが実現されないと、がっかりしたり悲しくなったりします。そして、自分を楽しませたい、 という思いが強ければ強いほどうまくいかなかった時のショックが強くなりその失望感が怒りに変わります失敗して強い怒りを感じるというのはそれだけ自分のことを大切に思っていたということです怒りの裏側には自分を大切にしたいという気持ちがあるのだからうまくいかなくて落胆している自分を責めるようなことをしてはいけません そんな時は失敗してがっかりだったね。うまくいかなくて残念だったね。と自分の感情を優しく受け止めてあげましょう。そして心が落ち着いてきたら今からできることを考えていこうよ。と自分を前に向かせることができます。自己否定をやめれば生きるのが楽になります。 私は自己否定をやめただけで人生ががらりと変わりました。私は朝6時に起きようと決めたのにお昼まで寝てしまうことがあってもそんな自分をダメだと責めることをやめました。そんな時はまあ起きれなかったんだからしょうがないよねと肯定してあげます。そして今からできることをやっていこうと考えるようにしています。自己否定が習慣化している人は 無意識に自分はダメだと責めていることがあるかもしれません。何か嫌なことが起きると反射的に自分がダメだからだと考えてしまうかもしれません。そのような人は自己否定をしている自分に気づいたら、そんな時は自分をダメだと思っちゃうよねと肯定してあげることから始めていきましょう。自己否定をしている自分と一体化するのではなく、 自己否定をしている自分の外側にもう一人の自分を作ることができます。そして自分はダメだと否定している自分に外側からそんな時は自分をダメだと思っちゃうよねと語りかけてあげましょう。自己否定をしている自分に気づいたらその自己否定している自分の外側にもう一人の自分を作り自分を肯定してあげるということを繰り返していくうちに どんなことがあっても自分は肯定されるという安心感を強くしていくことができます。あなたは自己否定する自分すら肯定してあげることで世界で最強の自分の味方を作ることができます。他人にどう思われようと自分だけは自分を大切にしてくれるという心の支えを育てていくことでどんどん自分を楽にさせてあげてほしいと思います。 自分はダメな人間だと否定することで、どこに行っても自分の居場所がないと感じるようになります。自己否定を続けることで、自分は受け入れられていない、自分は認められるような人間ではないという感覚が強くなります。自分はおかしい人間だから、こんな自分が受け入れられるはずがないと思い込むことで、どこに行っても阻害されているような感じがして、 居心地が悪くくななります例えばそのような人は会社に行くと私はここで働いていいのだろうか、みんなに迷惑だと思われていないだろうか、と心配になります。私にイライラしていないだろうか、私にムカついていないだろうか、と顔色を伺うことに忙しくなり、自分の仕事に集中できなくなります。すると、失敗が多くなり、周囲からの信頼が、 失われていきます。この人には大事な仕事を任せることはできない。この仕事は別の人に頼んだ方がいいな、と避けられるようになります。結果として、やっぱり自分は受け入れられていないんだ、という思いが強くなります。自己否定をすることで、私は認められるような人間ではない、という思いが強くなります。 私はダメな人間だから、周囲を不快にさせてしまうかもしれない、と心配するようになります。周囲の機嫌ばかりが気になって、自分のやるべきことに集中できなくなり、ミスすることが多くなります。ミスが増えることで、周りからの信頼を失い、本当に認められない人間になってしまいます。私はここにいても認められることはない、 ここには私を受け入れてくれる人はいないとなると自分を受け入れてくれる人がいる環境を探すようになります。自分の居場所探しをするようになります。ここは私の居場所ではないと離職をしたり、この人が私を理解してくれることはないとパートナーと別れたり、私にはこの国は合わないと海外に留学したり、移住したりするようになります。自分は認められていない、 という不足感や欠如感を埋めるために居場所探しの旅に出ることになります。しかし、そのような自分にフィットする居場所探しが終わることはありません。なぜなら、自分は受け入れられていないという不足感を生み出しているのは自分自身だからです。自分で自分をダメだと否定するから、こんなダメな人間が受け入れられるはずがないという思いが生まれてきます。 そして自己否定を続けることでこんな自分が受け入れられることはないという思いが強固になっていきますだからどこに行ってもどれだけウェルカムな人たちと出会っても疎外感を感じるようになります旅を続けても海外に住んでも仕事を辞めてもパートナーを変えても自分を否定していたら私はここにいてもいいんだと感じることはありません 自己否定をするとは、お前はダメだと否定する人といつも一緒にいるということです。どこに行っても自分を否定する人がついてくるということです。誰と会っていても、あなたは受け入れられてないですよと伝えてくるもう一人の自分が自分の中にいるということです。自分で居心地の悪い入れ物を作り、自分でその中に入っているということです。 だから、どれだけ自分にジャストフィットする入れ物を探しても見つかることはありません。どこかに自分を満たしてくれる場所があるはずだと旅を続けても、自己否定を続ける限り自分の心が満たされることはありません。以前の私は、どこかに私だけにフィットする場所があるはずだ。どこかに私だけにフィットする仕事があるはずだ。どこかに 私だけにフィットするパートナーがいるはずだと日本中を旅したり、海外留学したり、海外移住したり、仕事を次々と変えたりしていました。しかし、当時の私は、どこに行っても、どこに住んでも、誰と出会っても、どんな仕事をしても、自分の居場所を見つけることができませんでした。なぜなら、どれだけ他人から肯定されても、 自分で自分のことを否定し続けていたからです。どれだけ他人から認められても自分で自分をダメだと否定していたら私はここに存在してもいいんだと安心することはできません。ということで大切なのは自分で自分を受け入れることです。自分の居場所は自分の中に作るものです。 私は存在してもいいんだよ。私は生きてもいいんだよ。私は幸せになってもいいんだよ。と肯定することで、自分には受け入れてもらえる場所がある。自分だけは自分を受け入れてくれるから大丈夫。という感覚が強くなってきます。自己否定をすることで、どこに行っても居心地の悪さを感じるようになります。私は自分をダメだと思っているから、みんなも私を ダメだと思うに違いないと緊張するようになります。あなたにはどんな状態の自分のことも肯定することで自分の中に安心安全な自分だけの居場所を作っていってほしいと思います。他人から人格否定をされても、周囲から阻害されても、味方が一人もいなくなっても、自分はダメじゃないから大丈夫だよ。 自分だけは自分を愛し続けるから大丈夫だよと優しく受け止めてくれる自分だけの避難所を自分の中に作っていきましょう嫌な出来事が起きると心がショックを受けて揺れ動きます心が揺れている状態心が不安定な状態心が落ち着いていない状態が 辛いとか苦しいといった不快な感情として感じられます。そして心の揺れに抵抗したり逃げたり無視したりせずしっかりと感じてあげることでだんだんと心が静まっていきます。嫌なことが起きたら不快な感情が湧き上がってきます。そんな時はその不快な感情をしっかりと受け止めることでだんだんと心が落ち着いていきます。 例えば、誰かの一言で、あなたが傷ついたとします。そんな時は、ああ、今心が傷ついたと認識して、心の痛みを感じることで、だんだんと心が静まっていきます。傷ついた自分を癒すためには、傷ついた自分を受け入れる必要があります。それなのに、こんなことで傷ついてはいけない、と自分の本当の感じ方を 抑圧してしまうことがあります。俺は強いから、こんなことでは傷つくはずがない、と心が揺れていることを無視してしまうことがあります。自分が傷ついたことを認めなければ、その傷を癒すことはできません。傷ついた自分を癒してください、という気持ちを心の奥底に押し込んでも、その思いが消えてなくなることはありません。傷ついた自分を放置することで、 傷ついた私を癒してくださいという思いが、だんだんと怒りに変わっていきます。なんで傷ついているのに無視するんだよ。なんで傷ついた自分をいたわってくれないんだよ。なんで傷の手当てをしてくれないんだよ。と抑圧された状態から抜け出そうと、チクチクとあなたを攻撃するようになります。大切なものを失ったとき、 心にぽっかりと穴が開いたような感じになります。そのような空虚感を感じている状態が悲しんでいるということです。そのような悲しみから抜け出すためには悲しんでいる状態を通過する必要があります。私は大切なものを失って悲しんでいると自分の本当の気持ちを認めてその感情をしっかりと感じ尽くすことでだんだんと 心が平穏を取り戻していきます。悲しみから立ち直るためにはこのような悲しみのプロセスを通り抜ける必要があります。それなのにこんなことで悲しんではいけないと自分の本当の気持ちを受け入れることを拒むことでその感情は心の奥底に残り続けることになります。悲しんでいる自分を受け入れてもらいたいという思いが抑圧され続けていると その気持ちはだんだんと怒りに変わっていきます。大切なものを失ったら悲しむのは当然でしょ。悲しんだっていいじゃないか。悲しむことを許してよ。と放っておかれた自分が心の奥底から叫ぶようになります。自分が望んでいないことが起きたら心がショックを受けて揺れ動きます。嫌なことが起きたら辛くなったり、 苦しくなったりするのは自然なことです。他人から攻撃されたら傷つくのは当たり前のことです。大切なものを失ったら悲しくなるのは当然のことです。ネガティブな出来事が起きた時のネガティブな心の揺れはとても不快です。だから、できればこんな気持ちになりたくない。できればこんな苦しい思いをしたくないと思うかもしれません。私は傷ついていない。 私は悲しんでいないということにすれば、辛い感情を感じずに済むと考えるかもしれません。しかし、ネガティブな感情を抑圧しても、心の揺れが収まることはありません。心の奥底に押し込まれた感情は、あなたに気づいてもらうために、私は傷ついてますよ。私は悲しんでますよ。とあなたに訴えかけます。 傷つくことを許してもらえない、悲しむことを許してもらえないという状態が続くことで、だんだんと自分のことを嫌いになっていきます。傷ついた自分を癒してほしいという思いを、いや、私は傷ついていませんという思いで抑え込むことにエネルギーを使い続けることで、だんだんと活力が失われていきます。自信を持つとは、 自分の感覚を信じるということです。傷ついている自分、悲しんでいる自分を無視するとは、自分の感覚を信じないということです。だから、自分の本当の感じ方を抑圧し続けることで、どんどん自信が失われていきます。揺れた心を鎮めるためには、心が揺れていることを認識する必要があります。 ネガティブな気持ちから抜け出すためには、ネガティブな精神状態を体験する必要があります。傷ついた自分を癒すためには、自分が傷ついたことを認める必要があります。悲しみから立ち直るためには、悲しみを感じ尽くす必要があります。嫌な出来事が起きたら、辛くなったり苦しくなったりするのは当然のことです。だから、そんな自分を恥ずかしいとか、 弱いと思う必要はありません。こんなことで傷ついてはいけない。こんなことで悲しんではいけない。と否定することで、あなたは自分の心が癒されていない状態を持続させることになってしまいます。だから、辛い思いをしている自分、苦しい思いをしている自分を無視することなく、しっかりと自分の本当の感じ方を受け止めてあげましょう。 私は批判されたり悪口を言われたりするとすぐに傷つきます。心が傷つくと3日間ぐらいうながれている状態が続きます。そして辛いぜ、苦しいぜと感じ尽くした後に立ち直ることができます。私は3日間ぐらい寝込んだら必ず復活できることを知っています。だから、まあ、この苦しい状態が永遠に続くことはない。 今はしっかりとこの辛い気持ちを受け入れようと思うことができます。私はすぐに傷つくし、すぐに悲しくなるし、すぐに泣きたくなるし、すぐにビビるし、すぐに不安になります。しかし、そんな自分を否定せずに自分の本当の感じ方を受け入れれば、心が平穏に戻っていくのを知っています。だから、ゆっくりと気長に心が静まっていくのを待つことにしています。 ということで、あなたには自分の本当の感じ方を否定しないように気をつけてほしいと思います。本当の強さとは、ネガティブな感情を感じないように自分の感覚を麻痺させることではありません。俺は簡単には傷つかない。俺は強いから悲しむことはない。と虚勢を張ることでもありません。心が揺れ動いた時に、この感情から逃げずに、 しっかりと受け止めれば必ず心が静まる時が来ると信じる勇気を持つことが本当の強さです。弱い自分を受け入れて、そんな自分を大切にすることで本当の自信をつけていきましょう。何か新しいことを始めたとき、 すぐにできるようになる人となかなかできるようにならない人がいます。同じ時期に始めてもすぐに上達する人となかなかうまくならない人がいます。すぐにできるようになったというのはその人に合っているものを見つけたということです。その人が始めたことがたまたま自分の適性に合っていたからすぐに上達できたということです。なかなかうまくならない人が すぐに上手くなった人と比較すると自分はダメなのかもしれないと思うことがあります。どんどん上手くなっている人がいるのに失敗ばかりしている自分を見るのはとても苦痛です。このような初期のうまくいかない期間に耐えられなくなると自分には向いていない、思ったほど楽しくない、こんなことをしても意味がないと諦めてしまうことがあります。他人と比較することで 自己評価が下がり自分の好きなことを継続できなくなることがあるということです自分より早くできるようになった人を見るとあの人は簡単にできていいな〇〇さんは楽にできて羨ましいなと思うかもしれませんしかしすぐにうまくできるようになった人もある程度のところまで上達したら必ず 停滞する時期に入ります。テストで簡単に80点まで取れるようになっても、その後85点、90点と伸ばしていくのには時間がかかります。すぐに仕事を覚えて、周りからすごいと思われても、そこからさらに質の高い仕事ができるようになるまでには時間がかかります。自信満々に成長していた人が一つの失敗をきっかけに、 自信を持てない時期を過ごすことがあります。人より早くうまくできるようになる人でも、遅かれ早かれ壁にぶつかり苦しむ時が来ます。そして、その苦しみに耐えられなくなると、自分には向いていないかもしれない、もっと自分に合っているものがあるかもしれない、と諦めてしまうことがあります。これが私の得意なことかもしれない。 と自分の才能を見つけた人でも継続することができなければせっかくの自分の能力を伸ばすことができなくなるということです。たまたま始めたことが自分に合っていてめきめきと才能を伸ばしていけるのはほんの一握りの人間です。それ以外のほとんどの人はすぐにうまくならない人たちです。私たちは 自分が目指しているゴールに簡単にたどり着くことはできません。私はこういうことを達成したいんだと思っても、なかなか実現することはできません。私はこういう自分になりたいんだと思っても、簡単には理想の自分に近づくことはできません。私たちはなんで思い通りにいかないんだ。なんでこんなに頑張っているのにうまくいかないんだという経験をたくさんします。 しかし、失敗や挫折をしても、頑張り続けることができれば、必ずゴールにたどり着くことができます。それは、すぐにうまくできるようになった人でも同じことです。人より早く成長できても、ある程度のところまで来ると、なかなか思うように前に進むことができなくなります。そんなとき、そこで諦めずに、 自分にできることをコツコツとやっていこうと決めることで、ゆっくりだけど確実にゴールに近づいていくことができます。あなたはすぐにできる人と比較することで、自分にできない人というレッテルを貼ってしまうことがあります。自分をできない人だと思い込んでしまうと、継続すればたどり着くことができるゴールに、 たどり着くことができなくなります。すぐにできる人を見ても、自分は遅れていると焦る必要はありません。すぐにうまくなる人を見て、それに比べて自分はなんてダメなんだと思う必要はありません。そんな時は、私は初めの段階に時間をかける人なんだ。私はスロースターターなんだと思うようにしましょう。私は他人と比べると、 かなりスローな人間です。私は仕事を覚えるのに、他の人よりかなり長い時間を必要とします。私は一つの学びを得るために、他の人よりかなり痛い目に遭う必要があります。みんなが簡単にできることでも、私にとってはとても難しく、それをできるようになるまでに、10倍、20倍の時間を必要とすることがあります。しかし、 私はみんなより遅れていても焦ることはありません。なぜなら、たとえ自分が遅くても継続していれば必ずできるようになるのを知っているからです。ということで、すぐにできるようになる人でも、なかなかできるようにならない人でも、生きていればたくさんの壁にぶつかることになります。壁にぶつかったときは、 こんなの無理だよ。絶対に乗り越えられないよ。と絶望的になるかもしれません。しかし、そんな時は、今はこの壁の乗り越え方がわからないけど、時間をかければ必ず壁の向こう側に行けるから大丈夫。いずれ乗り越えることができるけど、それがいつなのかわかっていないだけだ。今はこれで大丈夫。と考えてほしいと思います。あなたは、 すぐにできるようにならなくても、継続すれば必ずできるようになるということを忘れないでほしいと思います。自分の考え方は行動に反映されます。そして自分の考えたことを行動に移すということの積み重ねが自分の人生になります。だから、 人生を変えたいと思ったら、まずは自分の考え方を変える必要があります。考え方が変わり、行動が変わるというのが人生が変わるということです。自分の思考パターンというのは長い時間をかけて作り上げられたものです。だから、よし、人生を変えるために早速自分の考え方を変えようと思っても簡単に変えられるものではありません。 長い時間をかけて強固になった思考パターンを変えるためには言葉遣いから変えていく必要があります。私たちは言葉を使って思考します。だから自分の使う言葉を変えることで自分の考え方に影響を与えることができます。しかし言葉遣いを変えたからといってすぐに自分の考え方が変わるというわけではありません。なぜなら 今の自分の思考パターンというのはこれまで長い間自分の使ってきた言葉で形成されてきたからです自分は何をやってもダメな人間だという自己イメージを持っている人は長い間自分をダメだと思い込ませるような言葉を使ってきたからそうなっています長い間私はダメな人間だと自分にすり込んできたから自分がダメだからいけないんだ という考え方をするようになっているということです。自己否定が癖になっている人が変わるためには、自己肯定をする必要があります。自分はダメだという思考パターンを崩すためには、自分は大丈夫だと自分に言い続ける必要があります。私はダメな人間だというのは、もともと自分の中にあった考え方ではありません。 他人からダメだと言われたとき、やっぱり自分はダメなんだと相手の言葉を受け入れるという体験を繰り返すことで、だんだんと私はダメな人間だという考え方が形成されていきます。自分はダメだという思いが強くなっていくと、今度は自分で自分をダメだと責めるようになります。自己否定をすることで、ますます自分はダメだという思いが強くなります。 自分はダメだという思いが強くなると、みんなも私のことをダメだと思っているに違いないと考えるようになります。すると、年柄年中、自分からも他人からもダメだと言われているような気分になり、すべては自分がダメだからいけないんだという考え方しかできなくなってしまいます。長い時間をかけて形成された、 自分はダメだという思いを変えるためには自分は大丈夫だとコツコツと自分に語りかけ続けることが大切ですこれまで1万回自分はダメだと言い続けてきたのなら2万回3万回と自分は大丈夫だと言い続ける必要があります自分はダメだという思いを自分は大丈夫だという言葉で上書き修正するということです はじめは、私はそのままの自分でも価値がある人間だから大丈夫だよと語りかけても、なんか自分に嘘をついているみたいで嫌な気持ちになるかもしれません。それはあなたの中で自分はダメだという思いと自分は大丈夫だという言葉の対立が起きているからです。私たちは自分の中に矛盾する考え方があると嫌な感じがするようにできています。 自分はダメだという思いに占領された心の中に、自分は大丈夫だという言葉を入れることで、自分の中に矛盾が生まれることになります。すると、ダメだけど大丈夫な人間なんてありえない。自分はダメなのか、大丈夫なのか、どちらかにしなければいけないとなります。そしてそこで、慣れ親しんだ、自分はダメだという考え方を選び、 私はそのままの自分でも大丈夫だよと語りかけるのをやめると自分を変えることができなくなります。自分を変えるとは自分の思考パターンを変えるということです。自分の思考パターンを変えるためには今の自分と違う考え方をして自分の中に対立を作る必要があります。自分はダメだ。 と考える自分を変えるためには自分は大丈夫だという言葉を使い自分の中に対立を生み出す必要があります繰り返し繰り返し自分は大丈夫だと語りかけることで自分はダメだという思いを崩していく必要があります自分の中に対立が生まれると嫌な気持ちになりますしかしそれでも自分は大丈夫だと言い続けることで 自分はダメだという思いを弱めていくことができます。自分はダメだという思いが弱まっていくほど、自分は大丈夫だという言葉に対しての違和感が軽減されていきます。そして、最終的には、自分は大丈夫に決まっているよ。そんなのは当たり前だよ。と考えられるようになります。他人から人格否定をされても、何を言ってんだこの人は、 この人には私の魅力がわからないんだな、と自然と考えられるようになります。ということで、自己否定が習慣化している人は、自分を褒めることや、自分を受け入れることや、自分に優しくすることに抵抗を感じるかもしれません。しかし、それでも自分を肯定する言葉を使い続けることで、必ずあなたの思考に影響を与えることができます。 どんな状態の自分でも肯定するという体験をコツコツと積み重ねていきましょう。そのままの自分でも大丈夫という思いを蓄積していき、自分はダメだという思いが入り込むスペースをなくしていってほしいと思います。私たちの中には、褒められたい、受け入れられたい、尊敬されたい、 という欲求があります。そのような欲求が満たされない状態が続くと、不満やストレスが溜まり、生きづらさを感じるようになります。承認されない状態が長く続くことで、自分に自信を感じられなくなります。私はここに存在してもいいのだろうか、私は何のために生きているのだろうか、と考えることが多くなり、生きることが苦しくなります。私たちが生きていくためには、 承認欲求を満たす必要があります。承認欲求を満たすためには、今を充実させることが重要です。毎日コツコツと努力をすることで、私は少しずつなりたい自分に近づいていると感じられるようになります。あるいは、やりたいことがない人は、少しでも興味が湧いたことをどんどん行動に移し、これは本当に楽しかった。これは自分には向いていない。 と試行錯誤することで、充実感を得ることができます。昨日の自分より一歩でも前に進もうと努力し続けることで、そんな頑張り屋の自分を褒めてあげたくなります。自分を幸せにするためにはどうすればいいかと日々考え続けることで、自分のために毎日頑張ってくれる自分を尊敬できるようになります。自分を大切にしたい。 自分を成長させたい、自分を幸せにしたいと毎日コスコスと努力をすることで人生が充実していき、そんな自分のことを認めることができるようになります。自分の幸せを追い求めることで毎日が充実していき、自分のために頑張ってくれる自分を認められるようになります。 自分で自分を認められるような生き方をすれば、承認欲求を満たすことができます。しかし、承認欲求を満たすためには、他人から認められなければいけないと考える人が多くいます。他人から褒められたり、尊敬されたりすれば、自分には価値があると感じることができます。他人に自分の価値を認めてもらうことで、自分はここに存在してもいいんだと安心することができます。 しかし、これは、他人から認められることが直接、自分の心を満たしたわけではありません。他人から認められることで、自分で自分を認められるようになった、というだけです。あの人が私を褒めてくれた。だから、私も自分を褒めてもいいんだ、と結局は、自分で自分を認められるようになったから、自分が満足しているだけです。他人から褒められたら、 自分も自分を褒める、という回り道をしている、ということです。他人が尊敬してくれたら、自分も自分を尊敬できる、という遠回りをしている、ということです。自分で自分を認めることで、承認欲求が満たされます。だから、どれだけ多くの人に褒められても、どれだけ多くの人に尊敬されても、自分で自分のことを認めていなければ、承認欲求が満たされることはありません。 承認欲求を満たす最良の方法は自分で自分を認められるような生き方をすることです。そのためには自分に嘘をつかないことが重要です。自分が好きと感じたことを自分にやらせてあげる。自分が嫌いと感じたことをやらないという体験を積み重ねることでだんだんと自分のことを信用できるようになってきます。他人に認められるために 自分が好きなことをやらなかったり自分が嫌なことを我慢してやっているとどんどん自分のことが嫌いになってきます自分の好きなことをやらないのは自分の感覚を無視していることになります自分のやりたいことを自分にやらせてあげないのは自分に嘘をついていることになります自分の本当の気持ちを受け入れなければ自分を褒めてあげることもできないし 自分を尊敬することもできません。自分で自分を認めることができないと他人から認められたいという気持ちが強くなります。他人からの承認を求めれば求めるほど自分の好き嫌いを優先することができなくなります。他人に合わせれば合わせるほど自分の感覚を無視することが多くなります。結果としてますます 自分で自分のことを認めることができなくなり、さらに他人からの承認を求めるようになるという悪循環にはまっていきます。大切なのは自分を誇らしく感じられるような生き方をすることです。他人からどう思われようと、自分だけは自分の味方であり続けることで、そんな勇気のある自分を、 ららしく感じられるようになります私はこんなに自分のことを大切にしている。私はこんなに自分の幸せのために頑張っている。と認められるような生き方をすることで自分を満たすことができます。あなたは自分の幸せを追い求めることで今を充実させることができます。あなたは他人から認められるという迂回をしなくても自分で自分を認めることで 承認欲求をを満たすすここととととがでできるいいいいうことを忘れなほしいと思います人間は完璧な存在ではありません。どんなに立派な人にもできないことや弱いところがあります。どんなに優れている人でも間違うことがあるし失敗することがあります。私たちは不完全な存在なので、 これが絶対に正しいということを証明することはできません。不完全な私たちは、これが絶対に幸せになる生き方だというものを見つけることはできないし、もし見つけたとしても、不完全な私たちはそれを100%信じることはできません。私たちは、これが正しい生き方だ、これをやっておけば間違いないという確信がない状態で生きていかなければいけません。 正解がわからない状態で生きているのだから、生きているだけで不安を感じるのは当たり前のことです。なので、不安を感じる自分を弱いとか恥ずかしいと思う必要はありません。私たちは、これが絶対に幸せになる生き方だと100%確信できないのだから、漠然とした不安を感じるのは当然のことです。 私たちは100%正しい生き方をすることはできません。しかし、これでいいんじゃないかな、こうしておけば大丈夫だろう、ぐらいの安心感がないと、不安で生きていくことが難しくなります。私たちは何かしらの考え方や価値観を選び取り、それをある程度正しいと信じることで、生きる力が湧き上がってきます。100%信じることができない私たちが、 生きていく上で大事なのは、こうすれば幸せな人生を送ることができるかもしれないと思い込むことです。私たちは、これが正しいやり方だ、これが正しい生き方だと思い込むことで、人生を前に進めていくことができます。絶対に幸せになれる保証がないから行動を起こすことができないと考えることで、自分を幸せにするための努力をすることができなくなります。 不完全な私たちは、これが自分にとって正しい生き方だと思い込むことで、自分を幸せにするための行動を起こすことができます。うまくいかなかったらどうしよう、失敗したらどうしようと不安を感じながらも、私はこの価値観を採用したら幸せになれる。私が幸せになるためには、こういう考え方をするべきだと意識的に思い込むことが自分を信じる。 つまり自信を持つということです。他人に何と言われようと自分の思い込みを優先するという体験を積み重ねることで自分の中に自信が蓄積されていきます。私の例で言うと私は自分を幸せにするためには自分を肯定する必要があると思い込むことを自分で選びました。 私は自分の思い込みを大切にすることで、自分の中に自信を蓄積しています。どれだけ他人に馬鹿にされても、どれだけ他人から見下されても、いや、私はそのままの自分で大丈夫ですから、と思い込み続けることで、他人ではなく自分を信じるという体験を積み重ねています。私は自分を肯定することが正しい、 と確信しているわけではありません。不完全な私が、これが絶対に幸せになれる方法だと信じることはできません。しかし、私は確信はないけど、これが自分にとって正しいやり方だと思い込むことを決めました。そして、私はその思い込みが心の支えになっているから、不安だけど勇気を持って生きることができています。 これが私にとって正しい生き方だと思い込むことで自分を幸せにするための行動を起こすことができるようになります。これが私にとって正しい考え方だ。これが私に合っている価値観だと思い込むのはとても素晴らしいことです。しかし、ここで注意しなければいけないのはこれが私にとって唯一の正解だ。私にはこれしかないんだ。と盲信し,しない方がいいということです。 私たちは人生の選択肢が減れば減るほど生きづらさを感じるようになります。今の自分が苦しんでいるのに私はこの生き方しかないんだと固執することでどんどん自分を不幸にしてしまいます。大切なのは今私が正しいと感じているのはただの思い込みに過ぎないと認識しておくことです。この世界に絶対的な正解なんてないでも 何かを信じないと生きていけないから、とりあえず今はこれを信じることにしようぐらいの感じでいれば、自分を不幸にする生き方に執着することがなくなります。私の場合で言うと、私は自分を肯定することが正しいというのは、ただの思い込みだと自覚しています。自己肯定は万能ではないと分かっていながら、 それを信じることに決めています。どんな時でも、どんな状態の自分にとっても、正しいという生き方などありえません。自己肯定するのは、今の自分、今の状態の自分にとって正しいということを知っています。だから、そのやり方がうまくいかなくなった時は、違う考え方を取り入れることができます。例えば、普段は自己肯定するのがデフォルトになっていても、 自分を大きく変えたいと思ったときは、苦しいけど自己否定するのもありだなと柔軟に考えることができます。また、私はこれが正しいと思い込むことにしようと決めることで、これが絶対に正しいやり方ですと他人に押し付けることがなくなります。私が生きていくためにこれを思い込むと決めたように、相手も生きていくためにその思い込みをすると決めたんだな。 と寛容になることができます。自分の考え方や価値観をただの思い込みだと認識することで人間関係でのトラブルを減らすことができます。ということで、とりあえず今はこれを正しいと信じようと思うことで自分を幸せにするための行動を起こすことができるようになります。私はこれを正しいと思い込んでいるだけだと自覚することで 自分を幸せにするための考え方を柔軟に変えていくことができます。なので、あなたには戦略的にこれが正しいと思い込むことをお勧めします。心は好き嫌い、したいしたくないというサインをあなたに送ってきます。そして、これが好き、これがしたいと思ったとき、 じゃあどううやって実現しようかと考えるのが頭ですもっとお金を稼ぎたいあの人と付き合いたいと思ったときどうすればもっとお金を稼ぐことができるかどうすればあの人と付き合うことができるかと問いかけることでこうすればもっとお金を稼ぐことができるかもしれないこうすればあの人と付き合うことができるかもしれないと頭が考えてくれます。 これが嫌い、これをしたくないと思ったとき、じゃあどうやってそれをやらないで済ませるかと考えるのが頭です。偉そうな人が嫌い、ネガティブな人と付き合いたくないと思ったとき、どうすれば偉そうな人から離れることができるか、どうすれば悪口ばかり言う人たちから距離を取ることができるかと問いかけることで、飲み会に行かなければいいんだ、 孤独に強くなればいいんだと頭が考えてくれます。私たちは自分の心に素直になり、心が望むことをどうやって叶えるかと考えることで頭が回転するようになります。自分の好き嫌い、したいしたくないという感覚に従って生きていこうと心がけることで頭が良くなるということです。 これが欲しい、これがしたいと思っても、勝手にそれが実現することはありません。これをしたくない、これをやめたいと思っても、それを簡単に叶えることができない時があります。人生は自分の思い通りにいかないことばかりです。普通に考えたら、これは無理だな、今の自分じゃこれはできないな、ということがたくさんあります。これをやってみたいと思った時、 でも自分には無理だと思うことで頭がそれを叶える方法を考えなくなります。ああ、無理なのね。じゃあそれを叶える方法を考えなくていいのねとなってしまいます。お金持ちになりたい。でも自分には無理だと決めつけることで思考停止になってしまいます。無理そうと思ったことを自分には無理と宣言することで 頭を使うことができなくなります。やりたいと思ったけど自分には無理だと諦める体験を繰り返すことでどんどん頭が悪くなっていきます。これができたらいいなぁと思った時はまだそれを実現する方法を知らないからちょっと無理そうだなと考えてしまうのは自然なことです。これは難しそうだなぁと感じた時 自分には無理だと決めつけてしまうと頭がそれを実現する方法を考えなくなり本当に無理なことになってしまいます大変そうだからやらないめんどくさそうだからやめるということを繰り返していると頭を使わない状態が続くことになります頭を使わなければどんどん頭の働きが悪くなっていきます結果として好きなことができない 嫌いなことを避けることができないということが多くなり生きることが苦しくなっていきます大切なのは無理そうだなと思った時自分には無理だと決めつけないことですちょっと難しそうだなぁと感じた時私には無理だと宣言することで頭は じゃあ、それを実現する方法を考えなくていいんだね、と思考することをやめてしまいます。思考停止になることで、それが本当に実現不可能なことになってしまいます。なので、そんな時は、まあ、無理そうだけど、もしかしたらできるかもしれない、と決断を保留することができます。絶対に無理、と決めつけることで、思考がストップしてしまいます。 しかし、実現する可能性はゼロではないということにしておけば、頭が勝手にそれを実現する方法を考えてくれるようになります。頭がいろいろと考えても、自分の望みを叶えることができない時があります。そんな時は、無駄な努力をしてしまった、無駄なことにエネルギーを使ってしまったと思うかもしれません。しかし、あなたは、 失敗したりうまくいかないことがあっても考え続けるという体験をすることはできます。あなたは思考することで頭の働きが良くなります。自分には無理だと決めることであなたは思考するという体験を全くすることができなくなります。しかし自分の思い通りにいかなくてもあなたは考え続けることで頭を良くすることができます。 思考を続けて頭が良くなれば、次に成功する可能性が高くなります。ということで、私には無理、私にはできないという諦め癖を取り除くことで、頭を良くすることができます。お金持ちになれそうにないなと感じても、お金持ちになりたいという気持ちは残しておくことができます。 あの人と付き合うのは無理そうだなと感じてもあの人と付き合いたいという思いは残しておくことができます。ちょっと難しそうだなと感じてもとりあえず無理と思うことはやめようと保留することで頭が一生懸命それを実現する方法を考えてくれるようになります。頭はあなたを幸せにするための方法を考えるのが大好きです。 頭の仕事はあなたを幸せにするために一生懸命思考をすることです。なので自分には無理と決めつけることであなたのために頑張りたがっている頭の働きを止めないように気をつけてほしいと思います。